巨人入りを拒否した選手の衝撃的な理由。巨人からドラフト指名をされた福井優也はとんでもない不信感を抱いた。プロ野球選手になることが夢だった福井優也、憧れの監督が創立した済美高校に進学。2年生の春には史上最速の初出場、初優勝。同年夏も甲子園も出場し準優勝をする。甲子園通算9勝と輝かしい実績から巨人からドラフト4位指名を受ける。巨人は昨シーズン上原、高橋のダブルエースもリーグ5位と低順位に沈んだため投手の立て直しが急務であった。しかし巨人は福井との仮契約目前にまだ 2,3 年目の選手へ戦力外通告を行っていた。これを知った福井と父親は巨人に質問するも明確な回答がもらえなかったためドラフトを拒否し大学進学を決意。その後早稲田大学に進学、斉藤佑樹らと共にサンバガラスとして活躍し2010年に広島からドラフト1位指名を受ける。